皆さんどうもこんにちは、山下エンジニアリングの山下です。今日はですね、ちょっととあるバイクを、販売目的で仕入れたんですけど、声かけてきた人がですね、どうやら、いらないということになったので、販売することに、なりました。ちょっと珍しいのかな、不人気というか珍しいというか、誰も見向きをしないというかっていう感じのバイクです。はい、今日のバイクはですね、CB125T という謎のバイクですね。中国ホンダの、並行輸入かな、並行輸入のモデルですね。バイクショップのソックスさんとかが並行輸入してるモデルだと思うんですよね。こんな感じです。125で結構でかいですね。125なんですけど、長さで言うとそうですね、普通に400の、2半ぐらいの大きさには見えますね。で、この CB125T なんですけど、この T ってなんかツーリングっていう意味らしくて、乗った感じは結構アメリカン的な、姿勢になりますね。正直めちゃくちゃバカにしてたんですよ。中華バイクと思ってバカにしてたんですけど、乗ってみたらすごい良くて、しまなみ海道行った時に、クロスカーブ110をレンタルして乗ったんですけど、それよりかはすごくなんか好感が持てましたね。クロスカーブも良かったんですけど、それ以上に乗った感じはこの CB125T の方がバイクらしいというか、乗りやすいですね。大きいし、なんか使えなさそうですね。クロスカブは正直結構疲れたんで、それに比べるとやっぱりこうツーリングっていう歌ってるだけあって、なかなかポジション的には乗りやすいですね。ですね、距離はちょっと走ってるんですけど、4万5000ちょっとですね。調子はめちゃくちゃいいです。一応セルもついていて、キックもあります。もうなので何かあったらもうキックでもエンジンかけれるんで、そこはなんかいいですね。でライトはスイッチがあって、こういう感じになってますね。もちろん高軽いとかは全部大丈夫です。ハイビーム、これですね。なんか意外とタコメーターとかもついてて、でなんかシフトインジケーターもついてるんですよ。なかなか凝ったというか、仕様的にはバイクらしく作ってある感じですね。テールランプとかはなんかちょっとやっぱりアメリカンっぽさ感じますね。なんかあとちょっとナイトホークに似てるなっていう、ナイトホークもちょっとアメリカンっぽさはあるんで、ちょっとナイトホーク感もありますね。エンジンもすごい調子いいですね。で乗った感じは乗りやすいです。足つきもすごいいいし、そうですね。ちょっと今センスター立ててますけど、普通に両足は、べったりでいけますね。あと本当はこれペダル変えたんですよ。
なんていうんですか、シーソーペダルだったんですけど、めちゃくちゃ乗りにくかったんで、あの普通のペダルを、あの汎用の普通のペダルに変えたので、普通のギアバイみたいに乗れるようになっています。ちょっとタンクとかステッカー剥がした跡があるんで、まあ、めちゃくちゃ綺麗かっていうと綺麗でもないんですけど、まあ気にならない、まあ道具としては全然あの気にならなく使えるんではないですかね。タイヤとかはちょっと交換時期、フロントもそうですね、ひび割れあるんで交換時期ですね。ヘッドライト、あとなんかちょっとここに軽くへこみ、分かりづらいんですけど少し軽いへこみがありますね。オイル漏れ等は確認できません。ちょっとフロントのパッドも少ないのかな、パッドも少なそうですね。まあでも部品めっちゃ安いんですよ、中国のバイクなんて安いんですけど、あったりなかったり、まあ、並行輸入車なんで、その辺はネックになるかもしれません。リアタイヤはもう交換した方がいいですね。まあ、前後タイヤを交換してパッドも交換した方がいいような感じです。うん、ピンクナンバーですね。それで喋ってます。切れ間なくシートも大柄で、あのタンデもしやすいです。これ純正のキャリアがついてて、これ純正のキャリアなんですよね。 CB125T って書いてある。結構あとウィンカー守るような、ステーもあったりとかして、あの遠乗りは結構良さそうな感じです。やっぱり、まあ、めちゃくちゃそんなに速くはないんですけど、実用域とかは普通に気持ちよく走れるんで、まあ、街乗りとかちょっとしたツーリング全然使えるような感じです。で、何より 125cc って車の保険が使えるじゃないですか。ファミリーバイク保険、あれがめちゃくちゃ便利ですよ。やっぱりバイクの保険って高かったりするんで、ファミリーバイク特約で乗れるっていうのは、まあ、経済的にはすごいいいですね。やっぱり125でちゃんとしたミッション車を探すとやっぱこの手のものになってしまうので、本当に正直めっちゃバカにしました。乗ったこともないのに。いやでも乗ってみるとやっぱさすがにホンダの看板がついてるだけありますね。まあ、剛性感もありますし、まあ、足回りちょっとやっぱり距離走ってる分なんか頼りないところもあったりとかするんですけど、この辺はセッティング変えれば多少マシになりそうな感じですね。もうこれもどうしても売れなければカスタムすることもあるのかな。時間があれば、ちょっとそんな時間はないので、できれば探してる方、まあ結構安く出しますので入札を、お待ちしております。女性とか良さそうですね。乗りやすいですし、足つきいいですから、乗った感じはやっぱちょっとアメリカンっぽい姿勢になりますね。なんで結構楽ですよ、本当に。よくできたバイクだと思いますね。現代のバイクです。まだ、ジョーカー君いるので、上格の入札もお待ちしております。
ぽいディティールがこういうところにありますね。コーションプレートが中国の製造年とかも書いてありますね。2015年モデルです、どうやら。で、FI のモデルじゃなく、キャブのモデルなので、似てるので CBF125T っていうのがあって、それはこれの後のモデルで、キャブから FI になってるようです。まあ、キャブでも全然、困らないですけどね。まあ、その辺は好みとかあるかもしれませんが、速さ的にはまあ中低速重視っていう感じですね。最高速どれくらい出したかな、80キロぐらいは出したんですけど、それ以上ちょっとまだ確認してないです。まあ至ってシフトペダル以外はノーマルですね。なんか YouTube とかだと結構人気なのかな、再生回数とかも結構あるような動画が多かったんで、意外と人気のあるモデルなのかもしれません。まあ、希少性とかと、あと多分サイズ感とかですね。125で、ツアーラー系っていう絶妙なところですね。あんまりないですもんね、125でツアーラーっていう。フロントフォークとかも綺麗です、綺麗ですね。2015年か、あ、特に意味はないんですけど、そうですね、結構綺麗なんです。この手のバイクって外で保管されてること多いと思うんですけど、割と綺麗だと思うんですよね。室内保管っぽいな。まあ距離は走ってますけど、ちゃんと管理されてる感はすごく感じます。チェーンとかもなんかサビサビじゃないし、オイル漏れもないし、まあ定期的に乗られてるバイクの方が、調子がいいことは多いですね。メットホルダー、まあ当たり前の装備は当たり前についています。今回は、CB125T のご案内でした。ちょっと手持ちのバイクがちょっと増えちゃって、ちょこちょこ売っていこうと思ってるので、こういう紹介動画、今後増えていくと、思います。そうですね、 VRX400 制作中で、今10月の前半なんですけど、そうですね、まあ、後半ぐらいには、宮崎に、行けると思います。で、ジョーカー君も絶賛入札をお待ちしておりますので、ヤフオクションの方ぜひチェックしてみてください。それではまた、緊急報告しますので、今回もご視聴ありがとうございました。